白熊ななみん。皆さんこんにちは、白熊ななみんです。いつも動画をご覧くださり本当にありがとうございます。さてですね、こちらめちゃめちゃ簡単な装飾であれなんですけれども、白熊ななみんの YouTube チャンネル登録者数が9万人様を突破いたしました。ということで、本日はですね、以前 YouTube のコミュニティ機能と Instagram のストーリーズにて募集させていただきました9万人記念の質問コーナーをやっていきたいと思います。実はね、以前もね、質問コーナー結構やっているんですけれども、多分最近また新しく登録してくれた人は私のことあんまり知らないかなと思いますので、改めていろんな質問に答えていきたいなと思います。皆さんからいただいた質問はですね、プリントしてノートに貼りまして、これを見ながら答えていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。質問の種類がたくさんあって、私自身に関する質問と絵に関する質問っていう2種類が届いてたので、ではまずちょっと絵に関する質問を簡単に答えていきます。キャラクターを描くときにほくろをつけるのには何か理由があるんですか？っていうことで、私のオリジナルキャラクターがこちらの白熊ななみとお芝様っていうキャラクターなんですね。で、口元にほくろがあるんですけれども、私顔出ししてないからちょっとあれなんですが、口元に本当にこの位置にほくろがあるんですね。なので描くイラストの口元にほくろを描くことで、私が描きましたみたいなのを簡単にそれで表現しています。私、絵を描くときに何を描こうか迷うんですけど、そういう時って何を描いたりしますか？本当に何も描くものがねえってなった時は、インターネットで今日は何の日って検索して365日毎日何かしらの日っていうのがあるんですね。なので今日は何の日って検索して、それをネタに絵を描いたりとかよくしてます。ネタに困ったらぜひ今日は何の日検索で調べて絵を描いてみてはいかがでしょうか。絵を描くときバランスよく描くコツはありますか？描きながら一旦手を止めて、全体でこう遠くで遠目で見る、描きながら遠目で見るを繰り返しながらやると結構バランスよくできると思います。一発描きが苦手なんですが、一発描きのコツは何ですか？一番初めに脳内で完成図をイメージしてそれを描くっていう感じですね。一番初めから一発描きをやろうとするんじゃなくて、初めはお手本見ながら描く、次に下書きしながらお手本見ずに描く、そして一発描きをするみたいな段階を経て練習するといいと思います。好きな画材は何ですか？私といったらおなじみのガラスペンと、このステッドラーのピグメントライナーっていう水に強いペン、あとはこれずっと数年ずっと使ってる筆タッチファインペンもめちゃくちゃ好きです。本当にこれはもうずっと愛用しているユニボールシグノの黒ボールペンと、これマイルドライナーのマイルドベージュとマイルドオリーブも手帳でめちゃめちゃ愛用しています。こう考えると結構ね、おすすめの画材というかたくさんあるので、ちょっとまた動画かなんかで紹介できたらいいなと思います。絵を描くのが好きになったのはいつ頃？保育園年少さんの時ぐらいに、暇があったらお母さんがペンと紙をくれて、ずっと暇つぶしでやっていたので、暇つぶしでどんどん好きになって常に描くようになりました。ななみんさんが絵を描くときに心がけていることは何ですか？一番最後にこう見たときに自分が可愛いって思えるかどうかっていうのを大切にしています。これがね、簡単にイラストのことの質問でした。私に関する質問にね、どんどん答えていきたいと思います。はい、じゃあまず簡単な自己紹介をしてくださいっていう風に来たので、白熊ななみんと申します。2月27日生まれの魚座です。血液型は O 型、めちゃめちゃ大雑把です。出身は長野出身で、今は関東に住んでいます。職業はフリーランスのイラストレーターで、完全にもうイラスト1本で生きています。今は、恋人のイラストレーターのジュンさんという方と、ワンちゃんポメラニアンのムックさん、1歳と数ヶ月の男の子と3人暮らしをしております。こんな感じかな。はい、じゃあ次、ななみんさんはいつから絵を描くことを本業にしましたか？ですね、私は保育系の大学に4年間通っていたんですが、その後はデザイナーとして2年ちょい働いていました。で、それから社会人3年目ぐらいの途中らへんで
フリーランスになったんですが、どのぐらい25歳ってことかな、24歳とか25歳に本業にしました。普段動画の編集にはどのぐらい時間がかかっていますか？ですね、本当にピンキリなんですが、めちゃめちゃ気合い入れるやつは本当6時間とか、私割と隙間時間、仕事の隙間時間に編集したりとかすることが多いので、あんまり決まった何時間やってるっていうのがないんですけど、どのぐらいかかってんの？幼い頃習い事は何かやってましたか？やってました。小1の時に習字とピアノやって、小2から英会話の ECC ジュニアやって、でそれから小5ぐらいで公文に通って、であと土日は小学校の頃からソフトボールをやってましたね。いろいろ習わせてくれた両親には感謝してます。じゅんさんとの出会いを教えてください。イラストレーターの恋人がいるんですけれども、出会いはですね、簡単に言うとツイッターなのかな。ツイッターで、あ、いい絵を描く人だなと思って、お互いにフォローする、相互フォローっていうのになって、それから私がイベントに出展した時にお客さんとして来てくれて、で初めましてってなって、それからどんどん仲良くなってったっていう感じです。座右の銘とかありますか？私はですね、高校生の時からケセラセラっていう言葉がすごい好きで、なるようになるみたいな言葉なんですが、すごい辛い状況になったりとかしても最終的にはなるようになるっていう感じで、なんだろう、ちょっと考え方がポジティブになるような言葉なので、すごい好きです。じゅんさんと2人で出かけて、ここは楽しかった、おすすめしたいっていう場所はありますか？あ、なんか埼玉の方のグランピング施設があって、なんだっけ名前、 U-NEXT じゃなくて、埼玉県にあるオーパークおごせっていうところが私すっごいよくって、なんかグランピング施設なんですが、温泉入り放題みたいな、銭湯みたいな感じのお風呂もありつつ、水着着て入る温泉もあったりとか、ハンモックがめちゃめちゃあるスペースがあったりとか、手ぶらで行ってなんかバーベキュー楽しんだり、ログハウスとかドーム型のテントとか、なんかそういうとこに泊まれるみたいな、機会があったらぜひ行ってみてください。ななみんさんの好きなパン知りたいです。パッと思いついたのはメロンパンです。パンはでも全部好き。あ、これさっきの絵のやつかな。小さい頃から絵を描くのが好きでしたか？また上手でしたか？うまいわけではなかったんですけど、雰囲気出すのが上手、地域の絵の賞とかはちょいちょい撮ったりはしてました。もしよかったらね、過去に小さい頃の自分の絵リメイクしてみたっていう、保育園の時とか小学生の時に描いてた絵のリメイク動画とかあるので、それ見ると面白いんじゃないかなと思います。好きなおにぎりの具は何ですか？パッと思いついたのは昆布。あ、でも梅も好き。悩みますね。なんか和風の普通のおにぎりみたいなやつが好きです。甘党？辛党？酸っぱ党？最近思ったんですけど、甘いものは食べ過ぎるとちょっと気持ち悪くなるし、辛いものは食べ過ぎるとだんだんちょっと辛くなってくるし、ということで、私もしかしたら酸っぱ党なのかもしれないなって思いました。梅干しとかもヒュレグミとか酸っぱいやつ結構好きです。長野に帰省したら必ず食べるものとか行く場所とかありますか？おやき必ず食べます。長野のおやき皆さん食べたことありますか？野沢菜とナスめっちゃ美味しいから絶対食べてください。皆さん、ストレス解消法は枕を殴るとか、泣ける映画見て涙をたくさん流して泣くとか、あとお風呂にもうひたひたに浸るとか、たくさん寝る。ナナミンさんの小さい頃のあだ名は何ですか？名前がナナミって言うんですけど、ナナちゃん、ナナ、ナーちゃん、あとナーミンとか言われてましたね。よかったら皆さんもナナちゃんとかナーミンとかお気軽にお呼びください。 YouTube を始めたきっかけは、もっとたくさんの人に見てもらいたいなってなった時に、あ、 YouTube ってあんまりイラストレーターいないかもって思ったのがきっかけでやりました。そんなに力入れてやる予定もなく、他のなんか SNS で載せたやつをそのまま載せればいいかとか思ってたんですけど、今はね、結構 YouTube だけの企画とかがたくさんあるので、これからもお見逃しないようお願いします。なんで白熊なんですか？白熊ななみって名前に入ってるの不思議ですよね。もともと白熊アイスが、コンビニの白熊アイスが大好きで、そこから来ています。一時期毎日食べてた時期があって、で毎日ツイッターに白熊アイスの写真載せてたら、友達にもう名前白熊にしなって言われて白熊にしました。なんですけど、 SNS 上で名前をサーチするときに白熊だって死ぬほどね人が出てきちゃうので、あ、唯一無二の名前にしようと思って白熊ななみんっていう白熊に名前をつける感じでやっていました。 SNS 上でつぶやかれる際は白熊ななみんっていうフルネームで名前をつぶやいてもらえると嬉しいです。ガラスペンで絵を描こうと思ったきっかけって何ですか？フォロワーさんに勧めてもらいました。おすすめの色鉛筆メーカーありますか？水彩色鉛筆で私いつも愛用しているんですが、
ステッドラーさんはすっごい描きやすくって、しかも水彩色鉛筆で面白い表現ができるのでおすすめです。ナナミンさんって兄弟いるんですか？いや、これさ、プライバシーなんかなと思ってあんまり言ってなかったんですけど、言っちゃいますね。どう見えます？前フォロワーさんに長女っぽいって言われたんですが、私はお兄ちゃんとお姉ちゃんがいて、その下に私なので3人兄弟の末っ子です。頑張ってきてよかったなと思えた仕事って何ですか？よくぞ聞いてくれました。こちらです。ご存知でしょうか？白熊ななみんの著書2冊です。こっち側の本はね、ゆるっと可愛いイラストの描き方っていう描き方、もうね、めちゃめちゃ細かく描いた描き方の本と、こっち側は手帳とノートに特化したミニアイコンみたいなのとか、ミニカードの書き方とかが載っている本。こちらの2冊が出来上がった時はもう本当に、あ、イラストレーターになってよかったな、すっごい頑張って書いたので、あ、頑張って作ってよかったなって、すっごい達成感と幸せな気持ちに包まれました。まだね、お手に取っていない方はぜひ書店とか Amazon、 楽天ブックスでお願いします。ちなみにこれさ、これすごくない？台湾語版出てるんですよ。デザインとか全部一新して、海外にちょっと進出したきっかけにもなったのかなって思ってて、めちゃめちゃ嬉しいお仕事の一つでした。好きなお寿司のネタは何ですか？サーモンです。ななみんさんって京都に来たことありますか？ぜひ来てください。中学校の頃に修学旅行で行ったりとか、旅行で何度も行ったりとか、コロナ前だと京都ハンドメイドマルシェっていう京都のイベントにも出展したことがあります。コロナが落ち着いたら行くので、よかったらイベントで待ってます。会えるイベント開催予定とかありますか？ここだけの話なんですけど、秋に個展とかできたらいいなって思ってて、でもこれは本当にちょっとまだ秘密なので、このね、 YouTube の動画を見てる皆さんだけの話ということで、個展でちょっとみんなに会いたいななんて思ってます。おすすめのスキンケアはありますか？キュレル一択です。ナナミンさんが人生で一番初めに好きになった芸能人さんが知りたいです。なんか結構人生狂わされたという、別に狂ってない、中学生の時に佐藤健くんのことが好きになりすぎて、なんか雑誌の切り抜きとか友達とシェアしてましたね。はい、ではそろそろ最後の質問に行きたいと思います。9万人いった今の気持ちは？まだですね、あんまり実感がなくって、9万人って数字というか、人間にしたら9万人ってもうすごい多くの方が見てくれてると思うんですけど、あ、すごって思ってます。あとは始めた時はね、ほんと9万人なんて行くと思っていなかったので、嬉しいっていう気持ちでいっぱいです。あと質問でですね、9万人の次は10万人ってことで、10万人になったら何したいですかっていう風に来ていて、私今の夢が年内に10万人突破っていうのを目指していて、なんか10万人になる前に一緒に10万人を見届けるライブとかしたいなって思いますね。あとなんか勝手にファンクラブとか作って、なんか会員限定のポストカード配ったりとか、密かに夢持ってます。それでは最後に、これからの目標ということで、これからの目標を話して今回はこの動画終了したいと思います。これからの目標はすごい明確な目標で言うと、年内に10万人突破したいっていうのが目標です。あとはよりイラストレーターとしてのお仕事がもらえるように、イラストの仕事を頑張りたい、もっとイラストのスキルを上げたいっていうのがあります。あとはですね、コロナがね、徐々に収まってきてるのかななんて思うので、実際に皆さんに会うイベントやりたいなって企画しています。私のオリジナルイベントバーンみたいなのは難しいかなと思うので、まずはグッズ販売とか似顔絵屋さんをしにいろんなところに行ったりとか、おいおいね、なんか私だけのワークショップ、みんなとお絵描き楽しもうみたいなイベントとかやりたいなーっていうのが目標であります。まあ、最終的な目標みたいなのは、街中でなんだろう、グッズだったりとか広告だったりとか私の絵があって、でそれを見た人が、あ、ななみんさんの絵だみたいな感じで、いろんな人に知ってもらえるようなイラストレーターになりたいなっていうのが目標であります。白熊ななみん頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ということで、本日はですね、9万人突破の質問コーナーをやりました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？10万人になったら銀の盾もらえるのかなみたいなのがちょっと密かにあって、早く皆さんに銀の盾をお披露目したいなって。
っていう気持ちでいっぱいです。もうね、ここまで来れたのは本当にいつも見てくださる皆さんのおかげですので、もう感謝が止まりません。いつも本当にありがとうございます。これからも皆さんが楽しいと思ってもらえるような動画だったりイラストだったり発信活動を頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。ぜひね、友達とか家族にも紹介してもらえたら嬉しいです。それでは本日の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、しろくまななみんでした。さようなら。さっきまで暴れ狂ってたムックさんは寝てます。ちょっとこんな首折れ曲がって大丈夫？はい、おやすみ。 Thank you.